ジャヤプラカーシャマンラジャヤプラカーシャマンラは、ネパール、カトマンズマンラ朝の君主。1736年、ゴルカ王ならブーパールシャハは、カトマンズ領、ヌワコートを攻めた。だが、カトマンズを、はじめサントマラ朝の連合軍はゴルカを破って、撃退することに成功した。そのため、ゴルカは、カトマンズ、バクタプルに施設を派遣し、ならブーパールは、 バクタプルラナジットマンダとゴルカ王大使のプリトビナライアンシャ派はカトマンズ王大使のジャヤプラカーシャマダと名友関係を結んだ。同年、当、ジャガジャヤマンダが死亡した。これにより、ジャヤプラカーシャが弟、ラージャプラカーシャマンダの支持もあって、王位を継承した。その後すぐ、王の粗暴な性格を嫌った重臣の一部がナレーエンドラプラカーシャマンダを擁立したが、 ジャヤプラカーシャはこれを撃破した。ナレンドラプラカーシャはパタンへと逃げ、隠しした。その後、ラージャプラカーシャを擁立しようとする重心を恐れ、ラージャプラカーシャを追放した。だが、パタンに逃れたラージャプラカーシャはパタン王に庇護され、パタンとの間に亀裂が生じた。これに、ゴルカ王国の君主プリトビナラヤンシャファンが目をつけ、ゴルカバクタプルの連合軍にワコートなどを、 奪われてしまい、王の威信は大きく傷ついた。1746年、ジャヤプラカーシャは、反王派により追い出され、息子のジョーティプラカーシャマッダが、王位につけられた。ジャヤプラカーシャは、パタンやバクタプルなど転々とし、1750年に、反王派の内紛に乗して、王位を取り返した。だが、その後は、ゴルカの盆地経済封鎖によって財政は悪化した。 ジャヤプラカーシャは寺院を財宝を奪ったばかりか、チベット盗賊を使って、バクタプルやパタンの領内で略奪させた。1768年9月25日夜半、カトマンズの市民は、インドラ・ジャートラーの大祭に酔いしれていた。ゴルカは、この今日をついて、カトマンズを攻め、あっけなく王宮は制圧された。ジャヤプラカーシャ王はパタンに逃げたが、10月6日にここも、